銃刀法違反の罪で服役していた指定暴力団山口組の組長が懲役6年の刑期を終えて今朝東京の府中刑務所を出所し、山口組の総本部がある神戸市に着きました。全国の警察は組長の出所を機に山口組や組長の出身組織の行動会が活動を活発化させる恐れがあるとして警戒を強めています。出所したのは指定暴力団山口組の6代目組長で司忍を名乗る本名篠田健一元受刑者です。篠田組長は大阪市のホテルでボディーガード役の暴力団員に拳銃を持たせていたとして銃刀法違反の罪に問われ、懲役6年の実刑が確定して東京の府中刑務所で服役していましたが、今朝刑期を終えて出所しました。そして迎えに来た黒いワンボックス車に乗り込み、 JR 品川駅で新幹線に乗り換えて山口組の総本部がある神戸市に向かい、正午前新神戸駅に着きました。このあと総本部に向かうとみられます。警察庁によりますと、国内最大の指定暴力団である山口組は組長の出身組織で名古屋市に拠点がある行動会が実質的に支配し、他の暴力団との連携を強化し東京などに勢力を拡大する動きを見せているということです。警察庁と全国の警察は組長の出所を機に山口組や行動会が活動をさらに活発化させる恐れがあるとして警戒を強めています。